全踏切の総集編です。6回に分けてお送りした鎌倉から藤沢まで江ノ電の踏切50個。最後に総集編をダイジェストでお送りします。長谷寺の本尊造立1300年記念江ノ電コラボの観音列車を見てから、鎌倉から藤沢方面へ進む江ノ電と踏切を見ていきます。逆方向、また踏切がカンカンと鳴り始めてから遮断機が降り、江ノ電が通過し遮断機が上がるまでに関しては各回をご覧ください。
Thank you.
Thank you.